こんにちは、速課軸のコボです。今日は11月12日です。まあ、クイックレスポンスって言葉がありますけども、これ状況の変化に合わせて自分の判断や行動をすぐに変えていくってことなんですよ。これ FX でよく出るんですよね。今週はそれが顕著に出ていたんではないかなと思います。 えー、ダウントレンドがありまして、フェーズが変わってですね、ボックスが、いわゆるレンジ幅がですね、下にグッと変わったんではないかなって、その瞬間、またグイッと戻ったのが、昨日から今日にかけての値動きなんですよね。じゃあそちらの方を、まあ一緒に見ながら考えていきましょう。こちらです。はい、デイリーになってきますけども、前回ね、レンジを引いたのがこの辺りだったでしょで、そのレンジをブレイクアウトして、下の方に移ったんで、 じゃあ、フェーズが変わって、今度は、この辺りでね、あの、展開されるんじゃないですか、と。その根拠が、ここ、ね。ここを横に引いたレジサポラインと、それから、こちらのレジサポライン突破ですよね、ブレイクアウトしたところ。この間で推移するんじゃないかな、と思っていたら、なんと、ズバッと戻っていきましたね。ここが強い、え、包み足になって、上昇していきました。場合によっては、上を突破してですね、この包み足に乗って、こういう風な形を作るかもしれません。いいですか ズバッと下から行って、押し目を作って上に行く。そしてこれをね、押し目にしてもう一発上に行くみたいなこともね、考えられるようになってきました。ここまでの思考が、この動きによって、えー、展開できるかどうかっていうのが FX の力の見せ所になってきますよ。もちろんそうならない可能性もあります。天井にぶつかって、レンジを回復していくというパターンです。それから考えにくいんですけども、天井に当たって、再びこの下のフェーズにね、 戻っってていくって形ですこの3パターンが考えられます。で、もっと言うとですね、常にこの3パターンで、この FX っていうのはどの相場も語れるんですよ。まあ、ですんで、ここまでお話したところ、よーくね、記憶しておくか、記録しておいて、お役立てください。それでは4時間の方行ってみますよ。4時間に行きますと、これもまあ同じですけどもね、こういう風なフェーズがあったわけですよ。で、今、戻ってきましたよね。 ここは何だったんでしょうかね気の迷いでしょうか <laughs> フェーズが変わると思ったんで、112円台に入りましたけども、また114円台に、このね、あの、112円から114円と、2円も変わってしまうわけなんですよね。うん。でも、もともとは、この箱の中に全ての相場があったわけですから、先週とか特にね。え、ですので、それが戻ってきたのかとも言えるわけなんですよ。現在、ここで、強い上場と、下降加工がですね、入り乱れて、 せめぎ合ってるとこですかね。1時間を見ていきましょう。ね、これが金曜日になっちゃってたのがちょっと惜しいですよね。えっ、ー、と、まずね、左側を見てください。こちらに髭がありますよね。髭から包み足が出て、包み足ってわかりますか包み足が出て、だから押し目を作ってダウントレンドのきっかけになってたわけですよね。こういうふうに。で、ここで、釣り合いが取れて、トレンドの転換を起こしました。 で、ダブルボトムのま、何も作ってないんですけども、上昇にグッと向かったわけなんですよね。そして現在、こちらの方で上下入り乱れてるわけなんですけども、結局こういうことでしょここと同じ力点が働いてるってことでしょですんで、ここにゾーンを作りますよ。もうちょっと大きなゾーンでもいいです。こういうふうにえ。まだゾーンの大きさ絞れてないですからね。とりあえずはここに設定して、このゾーンを上にブレイクするのか、下にブレイクするのか、それとも、 横ばいを続けるのか。この3つを今日金曜日見ていこうと思います。それによって、来週の、値動きが形作られるのかなと思いますよね。えー、ですんでね、今日金曜日はしっかりと見ていくことによってエントリーはなしです。来週の展望を立てるためにしっかりと観察していこうと思います。1時間に1回ぐらい私も見に来ようかと思いますんでね。もし、また大きな動きがありましたら、追加で動画の方を流させてもらいます。それでは、お疲れ様です。